次は5番、堤勝彦議員。 今回もも登壇させていいいただきありがとうございますすつもにこやからトレーードマーク勝彦です質問通告に従い質問させていただきますので市長ならびに者の皆様市民の皆様が笑顔になれるようなご回答をお願いいたします安全安心の勧めについて救急サポートステーションの現状及び有効活用突然心肺停止傷病者が発生した場合私たちは 119番に通報し心臓マッサージ等を行いますさらに AED を探すのですが通報者にはその AED がどこにあるのかわからないといった現実もあるようですそこで神戸市では心肺停止が疑われる救急通報を受けると通報者に近くの AED の設置場所を教え一刻も早く使ってもらうよう指示しているそうです さらに踏み込んだ取り組みとして消防局が AED を置いてある施設に直接連絡し施設の方に現場まで搬送してもらうという取り組みも行っているといいます一方ここ長崎市では市民の救命率の向上を図るため小中学校をはじめとして公の施設などに AED が設置してありますそれに加え民間施設にも設置する流れが加速しておりそれを後押しするように 救急サポートステーション制度も実施しておりますが、その現状について、まずお答えいただきたいと思います。そして次に、救急サポートステーションの有効活用として、神戸市同様、AED 搬送などの取り組みをしてはどうかと思いますが、この2点について、本市のお考えをお伺いします。2、災害時緊急バイクボランティアチームの創設。 関西地区の防災関係者に伺ったところ阪神・淡路大震災の際は建物の倒壊などにより自動車の通行ができなくなった中二輪車が大いに役に立ったと聞いております特に大規模再開時は崖崩れや建物の倒壊あるいは動けなくなった車などの障害物により消防車両を含め自動車の通行が不可能となりまた通信網も断たれることから 孤立する集落の情報がなかなななかかか入ってこないのではないいと思いますまた大規模災害時にはほとんどの消防職員および消防団員が市内各地に出動し救助活動や消火活動にあたることを想定しますと当然それだけの人員では足りないものと考えます。そこでオフロードバイクの愛好者の皆さんらに災害時に協力していただくことができれば道路が寸断された地域にも行くことができ 情報が入らない地域の災害状況を調べてもらったり緊急に必要なものを搬送してもらうことも可能ではないかと思いますこのようにオフロードバイクの愛好者の方々に登録していただけたのなら大規模災害時にボランティアとして災害緊急バイクチームの創設が可能ではないかと考えますがご見解をお伺いします 消防防災と質問しておりますがここでも火災につながる恐れがあることから出荷の恐れがあるごみの処理対策について質問させていただきます。ところが不燃物のごみの中にスプレー缶やライターそしてカセットボンベなど中身が入ったまま捨ててあることがありそれが原因で車両火災が発生することがあります。 そこでこの出荷の恐れがあるゴミは蛍光管や乾電池と同様にゴミステーションに排出容器を設置したらどうかと考えますが本市のご見解をお伺いいたします。2トイレのビフォーアフターについて街中トイレトイレの在り方は時代とともに移り変わり衛生面につい,てついての考え方や地域性が反映されるという点ではトイレも一つの文化の表れであります。 トイレは誰にとっても日々の生活の中で不可欠なものであり個人の尊厳にも関わるプライベートな空間であると同時にトイレは外出時の行動範囲にも直接結びつく大切な設備であります。特に高齢者や子ども障害者にとって外出時に利用できるトイレがないということは外出する際の大きな制約の要因ともなっておりそれぞれのニーズに対応した取り組みは社会の 成熟しまますす法とも言われておりますこのような時代背景の中、本市ではまちぶらプロジェクトの一環として、公共トイレの設整備についても、市民の方や民間の団体の方々と一緒になって積極的に取り組まれ、最近では、民間でもトイレを自由に使わせる施設を見かけるようになりました。よってその取り組みは着実に進展するとと,ともに、市民にも実感されているものと思います。 私も市民の一人として、心から嬉しく思っているところです。しかしながら、せっかく整備したトイレも周知が行き届いていなければ、その取り組みの効果も半減しますし、潜在的なたくさんの方のお出かけの機会を失わされているのではないかと懸念いたしているところであります。そこで今後、リニューアルを考えておられるトイレを、民間の手法、例えば、 テレビ番組のビフォーアフターなどとタイアップして、話題性を持たせた中で改築ができるのであれば、市の観光アピールだけでなく、市のおもてなしの姿勢までも見ていただくことができ、たくさんの方がお見えになってくださるのではないかと考えますが、交流人口拡大に力を入れている本市のお考えをお聞かせください。街中トイレについて質問しているところから、学校 学校のトイレについてもお伺いさせていただきます厳しい財政状況の中学校の耐震化が優先されていることからトイレの改善がなかなか進まない実態がありますそういう中幼い子どもたちに目を向けてみましょうある調査によれば小学校入学したての児童が和式便器になれないため家に帰るまでトイレを我慢している児童もいるというような報告もあるようで このことは子どもたちの健やかな成長を支える上で大きな障害となっているようですもしかして生まれてから一度も和式トイレに入ったことない子どもさんもいるのかもしれません先ほど申しました時代というか文化というかその時のニーズにあったトイレが整備されていればトイレを我慢することも減り子どもたちの健康を守ることにつながります さらには学校の多くは避難所に否定されているため災害時などいざという時に地域の人々を守る拠点として多くの方々にも喜ばれるものと思います。そこで厳しい財政状況であることも分かりますがせめて小学校の上りだけでも優先して様式化したらどうかと思いますがご回答をお願いいたしますますた学校は学校校ははのトイレアアンモニア臭ががきついといとう声が聞かれます。 ももちろん児童生徒は丁寧にトイレ掃除もしててくれていますしかしながら家庭のトイレとは違いデッキブラシやモップ等で床を磨いたり拭いたりしているものと思いますそういう中排水口がないトイレもあるようですがこの排水口がないトイレでは水を流しながらの掃除はできませんよって吹き上げるしかないことからアンモニア臭の原因となっているようです このこから水を流しながら掃除ができるトイレが望ましいと思いますがご見解をお聞かせください。最後に交通安全対策について、電停を併設した交差点の在り方、市民の足でもあります長崎の路面電車、毎日毎日多くの市民や観光客が手すりで囲まれた安全な電停に並んでこの電車を待っています。そして電停のそばを自動車も並行して走っていることから、 電車と自動車のコラボが長崎らしさを醸し出しているようです一方、自動車のドライバー側に立ってみますと天停のそばを通るときは最大の注意を図りながら運転をしていますさらに電停は交差点付近に設置してあることが多くこの交差点を右折する際、対向車を確認しづらいこともあり特に神経を使いながら運転をしています この要因として、電車待ちのお客さんのプライバシーと水,水しぶきなどから守るため、電停の手すりに色付きのパネルが取り付けてあるからであります。このようなことから、パネルが透明であれば、右折がしやすくなるのです。さらには事故も減るのではないかと考えます。また交交差差点点ににある電電電停停停例えば観光通りののような電停が交差点の先に いつすることができれば自動車の右折例も確保はできると思いますがこれらの二点についてお答えいただきたいと思います以上本段からの質問を終わらせていただきます答弁によってはぜひから再質問させていただきたいと思っておりますご清聴ありがとうございます 市長。え、目星クラブ堤克彦議員の質問にお答えします。まず三点目の交通安全対策についての（括弧一）電停を併設した交差点のあり方についてお答えします。え、<laughs> 長崎市の特徴的な公共交通機関である路面電車は。<laughs> ししました。市民や観光客の皆さんの重要な移動手段として主に4つの系統で運行されており市内に39の電停が設置されています電停には利用者の皆さんが車道からの水しぶきや雨風を防ぎ快適に電車の到着をお待ちいただけるように防塵板が設置してあることからこの防塵板により通行車両の動きが見えにくくなっているところがあります これまで、運行事業者において交差点に隣接している電停の一部では、防塵板の高さの一部を低くすることや、透明なものに取り替えるなど、安全性の向上に向けた改善が図られております。観光通り電停につきましては、昇格時雪き側の電停を移設し、右折の滞留区間を設けることにつきまして、現在の道路・福音では難しい状況にあります。 また、路面電車の運行上は信号停車と乗降を同時に行うことができる。現在の配置の方が効率的かつ最適な運行間隔が確保できることなどから、電停の移設は長期的な課題と考えられます。防塵板につきましては、半透明のものを設置しておりましたが、対向車が確認しにくい状況となっておりましたので、おりますので、透明なものに取り替えるなど、運行事業者と。 対応について協議していきたいと考えております事例にいたしましても電停周辺の安全性の確保は重要な問題でありますので今後も運行事業者などの関係機関と協議をしていきたいと考えております以上本段からの答弁といたします消防局長 ご質問の1点目安全安心の進めについての括弧の1救急サポートステーションの現状及び有効活用についてお答えしますまず現状につきましてはご案内のとおり平成19年9月から救急事案が発生した際に消防機関への通報適切な応急救護措置救急隊への協力などを目的としました救急協力事業所等を 表彰交付制度に取りり組んでおりますこの制度は、ホテルや店舗など、多数の人が出入りする施設等を対象としまして、AED の設置や救急講師の受講者が勤務しているなど、一定の要件を満たしている施設を、救急サポートステーションとして認定し、表示するもので、現在、345施設を認定しております。また 長崎市内の救急サポートステーションの位置を表示したマップを作成しまして長崎市のホームページで公開するなど広く周知を図っているところでございます昨年7月には市内中心部の体育館におきまして発生しました心肺停止の傷病者に対しまして現場近くにいた関係者が施設に,施設,に設置されている AED を使用し心肺蘇生を実施したことにより 救急隊到着時には心拍が再開し、社会復帰されたという事例があるなど、この制度の効果が表れているものと考えております。今後とも、1人でも多くの命を救うため、救急講師の受講者を増やすとともに、コンビニエンスストアや郵便局など、救急,スポ救急サポートステーションの拡大に努めてまいりたいと考えております。次に 救急サポーートステーションの有効活用についてお答えします神戸市におきましては平成17年4月から長崎市と同様に一定の要件を満たしている事業所を街角救急ステーションとして認定しているところでありますが神戸市独自の取り組みとしまして119番通報を受けると消防局の指令システムの地図上に通報者の場所と AED を設置している施設が同時に表示され救急車の要請時に必要があれば消防局の司令官から通報者に対して AED の設置施設の案内や施設の関係者に直接連絡し AED を現場まで運んでもらうなどの取り組みを行っているものでございます長崎市といたしましてはこの神戸が取り組んでおります救急ステーションの活用は aed の早期使用や活用機会が増えるなど一人でも多くの命を救うためには有効な方法であると認識しておりますので施設関係者の協力を得ながら神戸市と同様の取り組みを行ってまいりたいと考えております今後とも救急サポートステーションを活用した救急救命体制の充実を図るとともに救急講習や中学生を対象とした救命サポ スクール救命サポーター育成事業等を通して、一人でも多くの救命処置ができる市民を育成し、さらなる救命率の向上に進めてまいりたいと考えております、以上でございます危機管理官。ご質問の1点目、安全安心の推移についての括弧に、災害時緊急バイクボランティアチームの創設についてお答えいたします。 坂道が多く車両が侵入できない箇所が多い長崎市では災害が発生した場合には通信網の遮断や道路の寸断によりさらに車の侵入ができなくなる箇所の増加が考えられますそのような場合に被害の発生した地域の状況の把握や医薬品の緊急輸送などを行うためにバイクを活用することは有効な手段の一つであると考えております現在 長崎市におきましては災害が長崎市における災害が発生した場合のバイクによる支援の体制でございますが、公的機関である自衛隊や長崎県警のバイク隊がまずございます。この2つの機関では、日頃から厳しい訓練が行われておりまして、技術を行う全国大会への出場もされているというふうに聞いております。ままた民間の協力団体としましては日本赤十字社 長崎県支部、こちらの方にオフロードバイクの愛好者81名の登録者で結成された、長崎県赤十字バイクレスキュー奉仕団というボランティアチームがございます。いずれの機関におきましても、日頃からそれぞれに訓練をされるとともに、毎年開催しております、長崎市総合防災訓練にもご参加をいただいているところでございます。議員が着目される災害時におけるバイクの活用の有効性、 これにつきましては十分に認識しておりますが、指導者の育成、身分保障、また活動時の安全管理など、多くの課題もございます。このようなことから、長崎市といたしましては、今後も長崎県警バイク隊や、長崎県赤十字バイクレスキュー報知団などとの関係機関と、さらに連携の強化を図り、有事の際の対応をしっかり図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。以上でございます。環境部長。 1>, 1、安全安心の進めについての確固3、出荷の恐れがあるゴミの処理対策についてお答えいたします。まず、可燃性のスプレー缶やカセットボンベ、ライターなどを原因とするごみ収集車の車両火災につきましては、平成25年度2件、平成24年度2件、平成23年度3件と、毎年数件程度発生しております。その多くは 積み込み込作業中に発生しており、作業員の適切な対応により、早期に消火がされておりますが、平成23年度には、住宅密集地において、委託業者の車両工部機械部分を全焼させるという大きな車両火災も発生しております。このような車両火災を防止するため、これまでも各世帯へ配布している分別チラシや広報誌、市のホームページ、リサイクル推進 の説明会など、機会を見て、スプレー缶等については、ガスを使い切り、缶に穴を開けて排出するという適正排出について、周知啓発を行っているところでございますこれからのり。これらの取り組みにより、スプレー缶等の適正排出につきましては、市民の皆様へ周知が図られているものと考えておりますが、どうしても一部不適正なものが排出され、 車両火災がが発生していいるのが現状でございますこのような中、スプレー缶等を蛍光缶や乾電池と同様、排出容器を設置するなど、分別収集することとし、完全に分別を徹底することができれば、収集時の安全確認が容易になるなど、一定の効果が考えられます。しかしながら、多くのスプレー缶等を同じ場,同じ場所に固め置き、収集することについては、 これまで以上に排出場所や運転中の安全確保を十分検討しておく必要がありますますた、分別収集のためには、パッカー車のほかに軽トラック等を準備する必要もあり、効率的な収集体制が確保できるのかという課題もございます。したがいまして、現時点では、これまでの適正排出の周知啓発を進めていくことを考えております以上でございます。 都市計画部長ご質問の2点目トイレのビフォーアフターについての括弧1街中トイレについてお答えいたします長崎市におきましては街中の賑わい再生に向けた町ちぶらプロジェクトの中で快適な街歩きの環境づくりの一環として公園のトイレをはじめとした公共トイレについて 誰ももが使いいやすすく安全で清潔ななな長崎らしいおもてなしおおててのトイレとなるようにに計画的に整備を進めております公共トイレの整備にあたりましては地域の皆様とワークショップを開催したり公共トイレの在り方について考える市民団体の皆様にご意見をお聞きし利用者の目線に立って進めており整備業のトイレにつきましては非常に好評をいただいております。 ご提案のテレビ等のマスコミ媒体の活用につきましては、公共トイレの快適さと観光としての話題性をアピールする一つの方法と考えております。今後とも利用者の特性や立地場所などの状況に応じた最適な整備内容および維持管理の在り方について、さまざまなご意見をいただきながら、ご提案の方法も含め、より良い公共トイレの整備に取り組んでまいりたいと考えております以上でございます。 教育長ご質問の2点目、トイレのビフォーアフターについて、括弧に学校、トイレについてお答えいたします。近年、家庭などにおいては、洋式トイレが普及しており、和式トイレを使ったことがない児童が増えております。一方方学校では和式トイレののの使い方の指導の必要性や 人が座った後に座ることに抵抗を感じる声もあることから、長崎市においては、学校を新設、改築する際には、基本的には洋式トイレを設置しておりますが、各トイレに和式トイレも1個設置しているところでございます。これまでには古いタイプのトイレが数多く存在していたため、平成5年度から8年度にかけまして、推薦化や一部洋式化するなどの改修工事を行ってきた経過がございます。その後 平成21年度から、洋式トイレがない学校を中心に、和式から洋式トイレの改修を行ってきており、各学校に洋式トイレ1個を整備することを優先して整備を行ってまいりましたが、現在は各階に洋式トイレを1個は整備するように取り組んでいるところでございます。さらに、学校体育館が避難所となっているところが多いことから、平成24年度からは3カ年計画で避難所機能の充実を目的に、 体育館のトイレの様式化を進めるとともに、高齢者にも使いやすいように、手すりの設置も合わせて行ってきております。その結果、現在ではトイレの設置個数全体に対します、様式トイレの割合は、小中学校がともに約27%となっております。なお、和式トイレが多いことから、小学校におきましては、新入生の入学直後から、学校のトイレを快適に使用できますよう、トイレの使い方や、 マナーとともに便意を我慢することが体調不良の原因につながること排泄行為は恥ずかしいことではないことなどを指導してきております今後も和式トイレの比率が高い学校を中心に年次的に洋式トイレへの改修に取り組んでまいりたいと考えております 次にトイレの床面の使用につきましては、水が流せる湿式タイプと、水を流さない乾式タイプの2通りがございまして、それぞれにメリット、デメリットがございます。湿式タイプは水を流して簡単に掃除ができますが、排水口や床面の目地の部分に水分や汚れが残った場合は、殺菌,や殺菌の配色や匂いの原因になることが考えられます。一方式タイプは モップや雑巾で拭き取ることとなり掃除の水が残らず、一定清潔感がございますが、便器外の排出物やオートなどは水で流すことができません。長崎市では小中学校を合わせて鑑識タイプが28%、湿式タイプが72%となっており、学校では湿式タイプ、乾式タイプそれぞれのタイプに応じた掃除を行うなど、 清潔なトイレの環境を保つよう努めていいるところでございます現在、学校を新築、改築する際には、衛生面を考慮するとともに、家庭により近い環境とするため、トイレの床面の使用は水を流さない乾式タイプでの整備を進めており、汚れたときには水で流せるよう、排水口も設けております。 学校トイレにつきましては、子どもたちの快適な学校生活の実現のため、今後とも機能改善と環境向上に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。五番、住見勝彦議員。<laughs> はい、一、え、通、ー、りのご答弁いただきました、えー。より理解を深めるためですね、再質問させていただきますが。 まあ順不動になりましたら、えー、お許しいただければと思います <coughs>、はいえー。まずですね、救急サポート成長の有効活用について、えー、消防局長からです、ね、神戸市同様の取り組みをしていただけるということで、本、え、当、ー、いうことをいただきました。おかげで助かる人もこれが増えると思いますので,です、ね、本当に待をしたいと思います。私も それ、えー、とりあえず同時にですね、私たちまああのこの救急救急救命講習等を受けて繰り返し練習していくことでですね、このいざときに役に立ちますので、私も含めここにいらっしゃる皆さんもですね、ぜひ講習等に参加していただければと思っております。そして勇気を持ってぜひ対応していただきたいと思います。やっぱりいざときは足がすくいますのでね、そういうことはあのぜひ訓練の中から出てもらいたいと思います。まあ、一方ですね、えー、と本市消防局では。 心肺停止消防車が発生した場合は、えー、通報があった場合に指導してますよね、AD を使うんですかって、多分電話した方はまあ大体素人の方が多いんですけど、その中で多分もう本当に困りますよね、どうしていいのか、だから電話するのがいっぱいいっぱいだと思うんですけど、そこをぜひ消防局のですね局員さんが、司、えー、令官ですか、そこの中でとにかく勇気を持ってもらいよう、情熱を持ってやってもらえればと思っておりますので、今後ともそういう方に対するサポートをですね よろしくお願いしたいと思います。そういう中でですね、えっ、ー、と、僕何質問し,したかな。あ、現状について質問しました。その中であの AD のマップもですね、作っているところで、私もあのホームページを見せていただきました。これもうよく作られております。今のスマートフォンでいうならこう広がってですね、詳しくどこにあるって書いてまして、これを見るとまあいろいろと勉強になるんじゃないかと思いました。 ただ、このマップに載っているのが300いくらいですかね、300何か所、45箇所なんですが、その345箇所以外には私はあると思っているんですね、その AED を置いている施設が。最近は民間施設にもどんどん増えておりますし、それを役所の方が把握しているのかどうか、正直どうなのかと思っております。でまた民間の方々はですねやっぱり 万が一の時ですよもう本当に目の前で誰か亡くなりましたときに、当然、もう何も考えず、その AED の機械を取って、パってつけて、貼ってですね、助けるということも、それはもう十字を分かっております、分かってるんですけど、実はですね、この AED の機械、購入しますと、大体30万か40万らいするんですかね、購入をいたします。ただ、パッドは2年に1回、使わなくても交換。 バッテリじゃあ万が一使いましたっていうのは使いましたら当然パッドは交換バッテリーの寿命もドーンって下がるっていうことがあるんですですから民間の方々がですねそれを使用する時に若干もう本当なくあるか分かりませんやっと,っと躊躇するんじゃないかと思うんですねっていうのはその民間の団体というのは民間のです、ね、お店だけじゃなく 自治会とか PTA、もしくはあのボランティア団体の方が買っているとかもありまして、そういうところは当然、バッテリー代、パッド代っても当然、頭にあろうかと思うんですね、そういうところがありまして、ですね長崎市にはそういうとに少しだけの手助けしていただきたいんじゃないのかなと、私は正直思っておりますで、またそういう方がどこにあるか分からないことがありますので、AED を持っている方は、どうぞ消防局内いし、市民健康部へあの申し出てくださいと。 しかしながらその万が一の時は少しだけ手助けしますよというふうな仕組みがあれば、ね、私はもっと登録者が増えると思うんですが、そこのところ、本市としてはどのように考えておられるかお尋ねいたします。市民健康部長。市民健康部長。再質問にお答えいたします。まず、AED マップについてでございますが、現在、 AED マップにつきましては、私有施設、救急サポートステーションのほか、県の施設と、408施設について、長崎市のホームページ上で掲載しておりますが、ご指摘ありましたように、市内のすべての AED の設置場所を網羅しているわけではございません、まあ、そういうことで、これ以外にも、日本救急医療財団が、設置者からの登録に基づきまして、設置場所を公開しているものもありますことから、 こうしたデータも活用しながら今後、AED マップの充実に引き続き努めてまいりたいというふうに考えております次に民間施設に設置されております AED につきましては民間の方が主体的に設置されているものであり現時点では維持管理費用の一部を長崎市が負担するという状況にはないものと考えておりますが先ほど消防局長が答弁いたしましたように 救急サポートステーションの活用に関しまして今後課題なども出てくることも考えられますので市民健康部といたしましてはまずはしっかりと消防局との連携情報共有に努めてまいりたいというふうに考えております以上でございます5番堤み勝彦議員はいなんかちょっと釣れないような答弁になったような気がしておりますあの消防局はですね <laughs> えと確かの先ほど、緊急サポートステーションの拡大に努めてまいりたいということをおっしゃっておりました。ということは、その民間のです、ね、こう登録された民間の掘り出しというのが、ね、絶対それがお互いいいかと思うんですよね。その民間施設がして設置しているところを消防局が情報を得て、それを緊急サポートステーションに登録する、こういうことが、ね、絶対必要だと思いますあったほうがいいんです。 ただ、当然、市民健康が作った地図にもです、ね、載せていただき、市民がお互い共有する、こういうことは望ましいと思いますよ。さああの市民健康部長、バッテリーのお値段、一年に、4年に1回買います、それとパッドのお値段、ご存知ですかね、あお願いいたします市民健康部長、えー、再質問にお答えいたします。 我々が今、把握しておりますのは、バッテリーにつきましては、4年から5年にかけて1回交換するということで、費用が約3万6800円程度、それからパッドにつきましては、これは AED に子ども用と大人用とセット、それぞれ入っておりますので、それらを含めますと、2つの種類で3万3600円、これは2年に1回ということで、把握しております以上でございます。 5番包勝教議員は阿武町、部長よく勉強されておられましたが、それが普通ですね、はい、はい、なんですけど、今言われたように、ですねパッとにしたら2年に1回3万3000円払うまで、ですね約3万ですね、でバッテリー4年に1回3万、使用したら寿命知りますから、えー、と4年よりも3年とかなってくると思うんですね、じゃそれをです、ね、自治会の方、もしくはそうボランティア団体の方がね、ぱって出しているとかあったら、ちょっと難しかと思うとですよね。 そういうことを考えますとね、やっぱり少しだけでも市のほうでね、少し負担してやるとか、何らかの手助けあっていいものかと私は思っております。ですから、ぜひですねあのそういうことを含めながら、消防局のですね救急サポートステーションの登録も加味して、その辺を進めてもらえればと思っております。実際ですね、私も先週の話なんですが、知り合いのところ、AD がありまして、ちょっと見せてよって、ちょっと教えてよみたいな感じで行きました。 でその時 a d の箱をパカっと開けてですね蓋を開けるんです。たら、ピーピーかなことはしますよね。で、それを聞きながら出して、蓋を閉めました。で、a d を開いてですね、コーストさんに合わせて説明を受け取りましたら、ちょうどその時ですよ、バッテリーが切れましたとかですね、放送がありまして、本当目の前でそれを見てですね、もう驚いたんです。で、結局、そこの方も、いや、切れたって、どうするか、その3万円でお金がなかって、実際そうなんですね。 そボランティア団体で急きは3万とか言われてもなかったというのがありまして、うわどうしようかって悩んでたんですが、でも、今日はしたね、誰か倒れたらどうするかということなんですね、ご近所の方々が倒れただけで、それを使わんといかんということで、でそこでメーカーにすぐ電話されましたよ、ただメーカーが曰く、正直3万円がなかったですよということも正直おっしゃってられました。 そうしましたら、分かりました、とにかくお貸ししますからって、持ってきてくれたそうです、す私はその時点で帰ったんですけど、持ってきてくれてです、ね、その日のうちに、夜遅かったんですけど、持ってきてくれて、あとは3万円貯まるまで何とか頑張ってくださいみたいな言葉をつけで,ですねメーカーも変えられたということだったんですけど、実際そのようなことなんですね、で全国ではです、ね、この AED のトラブルもやっぱり発生しておりますようです、いざ使うときにバッテリーが切れとった、今のことですね。パッドガンは実際はあの 期限切れでよくしつかなかった。これで助かる命も助からなかったということもあったかもしれません。ですからこういうですね。ad のあの。バッテリーとは非常に大切だと思いますので、ぜひ今後ですね。市の方でも何らかの措置をお願いしたいと思いますし。まあ、今日今言ってすぐはできないと思いますからね。次に繋がるようにお願いしたいと思います。 特にこの AED がです、ね、宝の持ち腐れにならないようです、ね、お願いしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、強いて言えばです、ね、この AED、まあ、今、先ほど言いました、どこか、市民健康部が作ったこの地図なんですけど、こういう地図もです、ね、できればあの観光部が作ってくださってますよね、サルクマップとか、観光案内とか、あイいムちょこっと載せてもらったりしたら、観光客もです、ね、少し安心するんじゃないかと思いますので、 韓国部長その辺も少しかみしてあの今後の地図を作成していただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい次にあのあはいまだありがとうごますのでね。<laughs> はい次にあの、えー、第二問目ですね。はい緊急時バイクボランティアチームの創設についてであります。えー、でこれもですね先ほどあの 日赤のバイクレスキュー保守団っていう話もありました、えー、私もあのこの質問通告を出した後にですね正直知りましてあいたーと思うとこだったんですけど結局その方々とですね一緒にやっていったらいいと思うんですねであのバイクレスキュー奉仕団の方々はですね野呂崎の方で毎,毎週のこ練習されてますよとにかく自分たちの腕も磨くとこもありますし中には中学生なんかもいらっしゃいますしですね 中学生は当然、バイクの免許を持っていませんから、そこまでお父さん、お母さん、連れて行ってもらって、バイクを下ろして腕を磨くということをやっております。そういう方々は将来ですね、いざときに走ってもらえるということもやっているようです。<laughs> そういうことで,です、ねあの、この中学生たちが乗っているバイク。 大体モトクロスとかが多いんですけど、野間崎のコースではモトクロスの方々がバンバン走って、お互いの腕を磨きながらいざときの災害活動、これはもう自分たちでできる範囲でやろうということで作っている団体なんですけど、これも全国でも珍しくて、ですね高崎は先駆的なやり方をされているなと、本当に感心しております。しかし、そのバイクの仲間たち、そこの1つのグループなんですけど、他のグループもありましてですね、バイクは。 あのオフロードバイクね、あとトライアルというのもあります、オトクロスとトライアルですね、このトライアルってのはどっちかというと腕を競うみたいな、例えば車がこにちでありましたら、その車をポンって乗って、乗って乗って降りるとかですね、また違った腕を競うタイプのバイクもあります、そういう方たちにもですねぜひ私はあの、この災害時にはぜひ参加して、もらえばボランティアとしてですね参加してもらえばと思う気持ちがあったものですから、この質問をさせていただいたんですね。 ただ、その中で私もあの水産農林部長にも実はもう真っ先にいろんな面で相談に行っておりました、そのバイクの,、ね、その災害のことはあんまり言わなかったんですが、バイクの練習場ってなかったですかって、ただ、その時言われたのが、私としましては、アグリノ科の丘の、ねまあ、資料もありますけど、あの私がよく行っている町のエリア、村のエリア、あの広さ分かりますよね、あの5倍、6倍ぐらいの広さがアグリノカはありまして。 じゃそのうちの一部でも部長貸してもらえるんでしょうかという相談もいたしましたしかし部長からはちょっと考えさせてということは今から答えを聞きたいと思いますが考えさせてくれんかなということを物語りました私は実はこの防災についてです、ね、つながるから言ったことでありましてあのソチオリンピックで,です、ねえー、っと銀メダル金メダルとりました平野選手と平岡選手これはのスノーボード スキーじゃないスノーボードですねであのハーフ、ハーフパイプというんですか、こうパイプ半分来たり、あんな競うコースをぐるぐる回って、ですねすごい技を見せて、それでは銀メダル、銅メダル取って、すごく皆さん喜んでたことを覚えているだろうと思います、結局、それであの方たちはです、ね、でそのスノーボードをする練習場がなかなかなくて、すごく悩んでおられた中に、お父さんたちのご家族の中のですね、ご協力もあって、外国に行ったり、そうやって腕を磨いてきたんです。 結局、バイクもです、ね、練習場がなかったら腕を磨くのは磨けなくてです、ね、佐賀県や福岡県行ったりしているそうですが、どうせ土地が余ったんだら長崎市も貸してやってどうかなと思うんですけど、その辺を考えましたら、水産農林部長、この災害とかけてですよ、その長崎市の余った3人間か貸してもらえることできないものか、お尋ねしたいと思います水産農林部長、えー。再質問にお答えします。 まああの最近、オフロードバイクが長崎市内のまあ山林の遊歩道にですねえ入り込んで、近隣住民への騒音被害とか、それから登山者との考察それから樹木の損傷などが危惧されている状況でございますま、そういう中で岩屋さんとか市民の森などもそのような事例が報告されているところでございます。そういうううういいいい意味かからもですねこういう専用のの施設とはは必要ではないかなと いう,ふうに私は思っております、まあ、あの専用施設につきましてはです、ね、まあ、市街地から離れてて、そして一定の広さが必要と、それとまあ人との交錯が少な,ないというふうな条件が考えられます。また、周林の方を見ま,してもです,、ね、見見ますとです、ね、自然環境や森林の保全、それから増林地、まあ、水源の上流部、 それから再送券、いわゆる地域の皆様が古くから主要権を認められている場所とかですね、そういう制約があります。まあそういうことで、なかなか適地がないという状況です。先ほど、アグリの丘の、えー、憩いの里の話が出ましたが、もちろん憩いの里230ヘクタールのですね、周知があるわけでございますけれども、ここの部分もあのいろいろな、い 憩いの里の、まあ、目的というのがありまして、まあ、そういう中で自然環境というのは非常に大きい部分がございます。まあ、そういうことから、なかなか敵地としては難しいのかなというふうにご答弁をさせていただいたというところでございます。したがいまして、まあ、今後、まあ、民間の方からです、ね、オフロードバイクの専用施設を開設したいという話があった場合にはです、ね、森林法に基づく、まあえー、森林地開発などの法的許可というのが 必要となる場合もございますのでご相談をいただければというふうに思っているところでございます。以上でございます。五番筒井克彦議員はい、えー、今のお話聞いておりますとまああの生き物は大切ですもんね動物植物私もわかりますわかりますでまた <laughs> えはい <laughs> で、えー、あの岩屋さんの件もですね私もなん二年ぐらい前ですかね。 新聞等で知りまして、あやっぱマナーというかね、もまあ、歩く人がくら言われれば、あんたしはバイクの人危なかとか、やかましかって、それはもう本当わかります、そのね、ハイキングコースを、ね、バイクでボンボン走られたらね、掃除は危険だと思いますよ、しかし、その練習場がないからそうなってるところであって、なんか練習場をね、市の中でどっかあればということでお願いしたところなんですけど、先ほどは、まあ、部長もね、いろいろ探したけど、なかったみたいな、見つからないみたいなこと言いましたけどね。 はい、もう金会長でもやってますよ。はいはい、それでね、とにかく部長ねないないということでなくてあの、もし部長がねこれが防災基金管理官だったら多分違った意見だと思うんですね。それは動物植物分かります私命大切です。でもいざ大災害の時はねどっちを取るかで難しいところもありますけど、そういうこと考えてね少しだけ考えていただければと思っておりますよ。ですから市民の森とかもね以前は 市民の森もバイク出して問題が出たという話も聞いたことありますが、じゃあ、市民の森の中で,です、ね、ここからここまでバイク室さてあの辺は住宅ありませんから、ね、少々バイクの音がしてもいいんです、そういうところが今言われた、あの,国のご近所の金、ね、海町とか、ここで乗ってくださいとかね、<laughs> そういうことをやってもらったらどうかなと私は思っておりますよ。<laughs> はい、もしくはあの私らが、ですねジョコーラーもっと目にするとこ もっとと目か私が目にしたところですーー、はい、三峡クリーンラウンドとかねこれあそこもいいんじゃないかと私は思ってるんですねずっとゴミを埋めてますよね広大な土地があって日に日に土地の形が変わっていますけどこのバイクの練習する方土地の形が変わるほどまたいろいろ自分の腕を試されてですねいいかと思いますのでもしあそこにですねもし入れることはできるならそういうことは えー、練習場にならないなんかですね、はい。と思ってるんですが、はいあのー、この防災ですね、防災と消防で私は一緒のような感じが持ってます、私も、まあ、たまたま消防団でありますので、で消防のです、ね、三原則と言いましたら、機械、推理、人員、これ、消防局長、よーい、言っておりますけど、今思い出して言っておりますけどね、はい、その人員なんですけど、 結局、火災、先ほど私も本題で言いましたけど、大災害が起きたときに、ね、消防、局に消防内で足らないんですよ、だから民間の方、稼してくれるんですかって、その中でも特に腕をある、ね、そのバイク乗りの方に、どうかボランティアとして協力してもらえませんかという流れがいっておりますのでね、それを含めて、あのこの防災の観点から、危機管理、いかがいいのかな、見解を認めたいと思います、よろしくお願いします。 危機管理官再質問にお答えします、えー、敵地につきましては、私の方では今、ここではお答えできませんけれども、例えば、えー、本棚で議員がおっしゃったように、災害時の応急対応のためには、多くの人を要します。 ボランティアの数、当然、消防局の処理消防団、それ以外のいろんな市民のボランティアの方が必要となります、そういった意味では、先ほど、組織上は日赤民間の方ではやっていただいている、ここと連携を図ると申しましたけれども、今後、例えばもっとより多くのボランティアの方ですね、ご協力できるような形、私どもが、私が今ここで考えられることは、広報の協力等でこういったのを。 広報での協力をです、ねえー、させてていいたただきたいと思っております以上でございます5番、辻美克彦議員はい、えー、とにかくも災害はいつ来るか分かりませんので,です、ね、それに備えておきたいと思いますし、また警察のほうのです、ね、県警のバイク隊、その方たちもその練習場がなかろうかということで、非常に悩んでおられるようですので、ぜひ、市も、ね、みんなタッグを組んで、そういうとこうぜひあったらです、ね、紹介してもらいたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、えーと、出荷の恐れがあるごみ処理対策、先ほど、環境部長の方から答弁がありました。で私は、登壇して言いましたけど、乾電池の、乾電池はあの蛍光管みたいな箱を一つね、用意してもらうと全然違うと思うんですよね。今日は木曜日でしたかね、木曜日ですね。うちの町では水曜日は荒ごみというんですか不燃、燃えないごみの日です。で私は昨日も いつも通りゴミ袋を家から持ってそこを置きましたらはいうちの家庭では茶碗洗いとゴミ出しシは僕はしておりますのではい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 そのゴミを持っていったらですね昨日もですよガス,ガスボンベカセットボンベがありまして私は出してそれを見たら穴がほげてなかったんですねでごみ処理の方が来ますのでもう8時に来ますからね私は8時ちょっと前だったねそれを外に出してやって 見てくださいねということはいつも出すんですだったら私が目がついたらですねそうしてるんですけど実際にですよそのボンベに穴を開けるということは自治体で違いますよね長崎市は穴を開けて捨ててくれて実際、ガスが抜けるから、まあ、火災の原因も火災にもつながらんていうことをしてくださいなんですけどよその町ではその穴を開けたばっかりに爆発して怪我した人がいらっしゃるじゃないですか。 それで全国、まちまちで,ですねどっちが正しいのか分からないということで,で中には穴を開けんで捨てている自治体はそのボンベだけをずっと集めて回ってて回るのでそのパッカー車に入れられないだから軽トラに乗せて風を送りながらですねガスを逃がしながら走っているということで部長が多分あの軽トラとなかなかいないからという答弁があったと思うんですけどでもほら触れ合い収集の方々は軽トラで回ってるじゃないですか。 ああいう方にちょっと見てもらおうととかね、そういえばもう水曜日だけ捨ててくれる、木曜日だけ捨ててくれる、燃えないゴミの日だけということで、こういう市民の方に終始徹底したらできると思うんですよね。ですからもう、今からかんちょっと考えますって言うんですけど、今、夏で暑かとですよ、その暑いか中で昨の1本私は見つけたんです先、先々週が日本です、たまたまなんですけどね。ということは冬になったら何本出てくるんですか。 ね、冬になったらこう、家庭でこう、なんですか、焼肉したり、鍋をしたりとかで、ですから今のうちから準備制度は間に合わないから、今回、この問題を出したところがありますので、実際に、そういう危機管理からですね、部長、どのように考えてますか、ちょっとお答えをお願いします。環境部長ににお答えいたしますあのおっしゃるようにあの 平成24年頃ですね神戸,神戸市内でですねあの今言ったようにあの穴を開けたことによって火災が起きたというふうな事故があって穴を開けないようにとかいうふうな指導しているところもございます。えーまあ、それを受けましてです、ね、長崎市ではあの外でですすねね長崎市は外 外で、それからできれば水につけてです、ね、穴を開けていただきたいというふうなことで、広報をさせていただいているところでございます、それからご指摘の缶、ね、とかなんとか、乾電池と同じようにです、ね、置くということになりますと、まあ、随時ちょっと入れられるというふうなことになりますと、乾電池とか蛍光管は安全でございますけれども、それがしばらく。 あのそこに置かれているっていうふうなことは、ちょっとあの危険じゃないかというふうに考えております。したがって、あのちょっと、えー、いつもこう出せるようなですね対制はちょっと取れないと、それからあのご指摘のように、ですね、えー、収集日にですねそういうようなことをやったらどうかというふうなことでございます。であのまあ、それは一つのちょっと方法かなというふうにも考えます。ただ、あの今現在はですね私どもはあの収集の作業員にですね、 当然、よく確認をしてです、ね、そういうものがあったら穴を開けて積むようにということで、指導をしておりますので、まあ、あの今、さっき申しましたように、トラックの問題とかです、ね、作業上の負担とかいうふうな問題もございます、それから、適正排出につきましては、やっぱり市民の皆様のモラルによる部分が大きいんじゃないかなと思っております。やっぱりルールーを守らない方が あのいらっしゃらあのいればですね、まあ当然その効果も薄れるのかなというふうなことも思っております。まあ、従いまして、えー、まあ我々といたしましては、あ市民の皆様方には我々、えー、我々があのお願いしておりますような方法で、えー、まあ排出をしていただければというふうに考えております。以上でございます。五番鈴木克彦議員はい、えー、もうなんか今聞けばなんかもうなんかなかなかできんとかね。 方法があると思うんです、ね、あの大体ゴミの日になったらあのあのクリーンボックスですかあれをガラこう広げたりしてですねでそこに皆さんが次の日の朝ゴミを捨てるて、まあ、町内の方がどなたか担当の方されたり、ね、やってると思うんですけどそのカゴの中に、ね、1つ袋をつけてやるとかね当然それはどっか直しそ人じゃないですかでその時にパッとただ1週間いつもかつも出ることはないですよ箱を置いたわけじゃなくて袋をですねクリーンボックスに袋を下げてその、えー、とスプレー缶や ガスボンベ専用袋みたいな感じですが、それがなくなると思うんですね、で私はですね約10年ぐらい前だったんですけど、その時の9月にですね、9月にして、距離内祭りぐらいでしたから、覚えてます、目の前を、ちょうどその当時はですね役所の車がの走ってた頃ですね、今、民間の方は結構、ごみ収集していますけど、まだ役所があった頃で、煙、もくもく、機関車のように走ってましたよ。 で僕慌ててです、ね、その南部環境センターまでうちのとこからすぐだったものですからそ1 0 0ートルを走っていきましてどうしましたかって言ったら中もえようとでしたねって言っただその南部環境センターの隣が消防団の詰め所だったので水は出しましょうかって言ったらあよかねえって言って僕らは近所のお兄ちゃんなので出しますよってでその時は消防局で電話しまして今からあの水を出しますよかですかってわれ我々も消防隊をすぐやりますからということで私電話してー数を1本伸ばしてその局で伸ば 届きますのでね、ね市役所の職員さんに水水を開けててもらって放水ししたたことがありましたよでその時、消防署もたくさん来てくれてたんですけど、まあ、私、放水に一本で止まったということで、すね大変助かったなということで、思っておりました、それが9月だったんです、翌月の10月、今度は大楽んちの前でした、また黙々走っていた車をいまして、それも市役所の車ですよ、バッカー車。で、またですかって言ったら、うん、よかねえって、また水出して消してですね、2ヶ月連続ですよ。 ね、実際にこういうことがね、やっぱあるということが、結局それは何かでいくらね、市民の方にカンカン開けてくれて怖いんですよね、開けるのが、女性の方、怖いですよ、だからもう仕方なく入れて、あとはもう役所の方でってなると思いますの、ね、で、ぜひ別にね、復労してもらった方がね、そういう大きな事故もつながりませんので、ぜひもこの辺は冬までに何とかですね、考えてもらいたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ので はい再度、ご答弁をお願いいたします佐、えー、再質問にお答えいたします。あのまあ、ご指摘のとおりです、ねあの、件数は少ないとはいえ、あのやっぱり何件かあの起こっているというのは事実でございます。したがいまして、われわれといたしましてもあの、やっぱりそういう事故がですねやっぱゼロに近づけるというのは大事なことかなというふうに考えております。えー、まああの よその市ではです、ねあのまあ、やってたけれどもあの、失礼しました、分別収集をしてたけれども、やっぱりあの守られなくて火災になったとかいうふうなこともございますけれども、そういう,ような点も含めてです、ね、今のご指摘の点も含めてです、ねえーあの、少し、えー、調査研究をしてみたいというふうに考えております、以上でございます5番、堤勝彦議員。はいもう袋をつけるという前向きな研究ということで、ぜひお待ちしております。 何しよう火災を起こさないということですね市民みんなでやることですのでよろしくお願いしたいと思います次にトイレのビフォーアフターについて、えー、再質問させていただきます、えー、先ほどあの部長の方からもですね、まあ、テレビマスコミ等を活用してということなんですけどメーゼルフがありますよねなんということでしょうあの古い家がですね、新しく解説されていく様子を物語ったテレビ番組に これ長崎でで言えば文化放送さんですかね大変あの興味あるあの番組でありましてこれは普通の一般の家庭をきれいにしていくもう何十年も経ったのをね改築していくリニューアルするという番組なんですけどこの間ある高校のですねえっと社員食じゃないか学,学生食堂というんですか。 学校食堂というですか。そこを改築する映像がありました。それも生徒たちと一緒になって思い出を作りながらですね。今までの学校の歴史はこうだったんだとやっていく映像がありましたら、その学校もですね。やっぱ今やこう観光地になっているというかですね。やっぱ注目を浴びているというんですか。そういうふうな噂も聞いたことがあります。その中でですね。私はそのトイレに限らず、長崎の公共施設、まあ、例えば鍋冠山とかですね。 そういうところもそういうテレビ等を使っていけば、観光のお客さんが当然、夜景の映像も出るでしょう、ランタンフェスティバルの映像も出るでしょう、そういうことを含めながら、ですねこうテレビ等を使って長崎を宣伝するという効果もあると思いますので、今回言わ,し言わせていただきました、特に街中事業推進室がですねこのトイレをきれいにしてくれているということがありまして、今回どうかなと思ったんです。その中ででランタンタフェスバル毎年ありまますす先ほどど原議員からもですね質問出てましたけど ランタンタフェスティバルはですねのがある会場、港公園なんですが、もうトイレがちょっと古くなってるんですね、ですから、その改築なんかも、今後したらどうかなということで、ぜひこの辺もですも、こういうテレビ局がね、受けてくるか分かりませんよ、一応こっちからもお願いしてみて、応募してみて、受けてくれそれでなんとかやってみれば、観光客が来たときに、このトイレがいって、写真は撮ってきてますよ、そういうことでね、観光地がちょっとでも広がる。 こういうことがね、私はね、長崎のこの交流人口拡大につながっていくと思いますので、このことを言わせていただきました。前回もあのトイレのですねえーとネーミングライツをしながら、うそういうこともやったらどうかということを言いましては、いはいとにかく、そういうこともいろいろ含めながら、交流人口拡大、観光客誘致につなげていきたいと私は思ってるんですが、このへ含めて、市長はどのようにお考えでしょうか。 トイレイコール観光ということですよ。いろんなことを観光マスコミを使ってね、観光地つなげるということもお聞かせ願えればと思っております。はい、市長、住民議員の再質問にお答えいたします。あの町中のトイレはですね、今ちょっと力を入れてあの特に回収しているところですけれども。 1あの一つ、これはあの市民の皆さんと一緒にいろんな話をしながら作っていくというところがあの大事であって、特に女性の意見を聞きながらあの、少しずつ開始を進めております、そういう意味では、あのそういったことをする中で市民の皆さんにもこう認知をしていっていただいて、そしてまたあの観光客の皆さんに使っていただいて、気持ちがいいということで、まあ、口コミで広めていただければ、もっとあ,のありがたいと思うんですけども、ま、たあのテレビを使ってとかということはあまり考えておりませんでしたけども、まあ、そういった方法があるのかどうかを。 あの、あるいは、あの、トイレだけじゃなくて、まあ、長崎の街がそうやって、あの、街ブラプロジェクトなどで。あの、だんだん、こう、歩きやすくなっている、あるいは、快適になってきているということが。何らかの形で、その P. R. できないかということについては、研究していきたいというふうに思います。以上です。五番、堤勝彦議員。はい、市長、そうですよね。トイレのそういう声はあります。私の方がありますので。ぜひ、あの、こうやってですね、マスコミ等を使って、あの、長崎市をアピールしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ただもう時間もなくなってきましたが、学校のトイレですね、学校で大切なもの、ありますよね、学校で取り力を入れること、挨拶運動にどこの学校も力を入れると思いますが、この挨拶とですね、拝察は、拝説はとても大切でありますので、局長、とにかく小学校だけでもですね、してくれるんですか、そうせんと、子どもさんたちの未来はどうなりますか、ぜひその辺も局長、お願いしてですね、今回質問を終わらせていただきます。本日もごご清聴ありがとうございました。 休憩いたします。午後は1時から再開いたします。ご苦労様でした。